お疲れ様だったです。今日はこちら公開天候が続きやってきます。さあ、シーズン終盤というわけでちょっとデッキを模索中でございます。はい、まあ、なんか枯渇ジムにいます。はい、マルチ上位で、まあ、やっぱペッカに対して、まあ、勝てたり勝てなかったりみたいな、ちょっと強かったり強くなかったりみたいなところで地味にいまして、なんかいろいろカスタマイズしながら、はい、今日こちらのちょっと高回転目のね 2.6 枯渇でやっていこうかなと思います。はい、レートも3100からですね。あと1週間でほんと終わっちゃうので、まあ、今回だとロングシーズンかな、世界女優もしかしたら最終ね4000もまた出るかもしれないってところで行きたいな。いつかは4000とか取ってみたいなと思いながら、さあ今回の相手はプリンセスタワーか、ちょっと珍しいね。よいしょ、いいね。まあ飛ばしちゃうか、多分ペッカっぽくない、全然違った。全然ラバ、俺の吹きが吹きやねえとまずいっすよね。まあ、攻めちゃって雑回収がいい。あー、このボールブレーカー無視とかもね嫌だったりしてるよね。ラバかー、メガゴ面白いね。面白い攻めをしてくるね君。バルキリーじゃなかったら幸せですけどね。よし。よしよしよし、めっちゃいるよというか落ちますよね。よし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 、っていうあのマジ攻めまくるデッキですね。なんかナイトとかが入ってたんですけど消しました。ナイトいらねえだろっていう、ちょっとねアレンジしながら。ま、え？あらもう。あらもう、あれ。はい、よし、まあ、ラバはまともに戦ったらちょっときついんでね。でフリーズやん、やば、結構ゴリゴリに攻めちゃってっていうね。はい、さっきのあのバルーンバーバリアンとか守れないんでね、その後のカウンターを意識してみたいなのでやると意外と良かったりします。そうですけど、さブラスターにねちょっとだけ強いイメージあります。こちらのデッキ、端前バレル、端前プリン、端前ギャングとかで適当にダメージを稼いでブラスターで雑に回収。よいしょ、新カスケがねちょっと強い説出てます。まあ、やっぱ単純ペッカに対してね優秀です。やばい、待って、もう何があっても何があっても延命する。ああ。なんか微妙だったかもな。全体的に。ああ。ペッカゴブじゃいい。っすね。うん。シンカスケがマジで。世界変えてくれます。シンカスケでしか逆に勝てない。逆にいっちゃおう。あームートが残ってくれたりしたら嬉しかったな。絶対にうざい進化バレル、完全無視か。うわー、まあ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 いいのか悪いのか、これやば、進化ゴムシャイ進化ビッグいきます。わあ、止まんのかな。止まってほしいけどなーっていう、ちょっかいかけて取れた、早くこっち来いよ。
マスカンそっち。今回のやつ、矢の飴ボイドザップとかいう編成なの、やばすぎるな。矢の飴ボイドザップじゃねえわ、何これ。進化スキル残れば、あれ、うおいやだめ、リンチトップやばすぎる、危なさあ奇跡的な耐えのおかげでやれイージザップよ一回のマジべっかゴムシャイで、ノグルンタワー400はやばすぎるが、よしよし、ブラスターなんでね、なんかもう思い切ってね、そうムートギャングバレルぐらいかますとね、アイテムきつかったりさ、ポンペオ、ポンペオはバルーンですね、はい、バルーンデッキのプロですね、はい、バルーンで世界一位を何回取ってんだ逆にバルーン以外のイメージがなさすぎて、絶対にバルーンなんだよね。まさかのこれを守れるっていうね、幸せな話もあります。いや、美味しいか。いや、ちょっといいな。プリンセスギャングのヤリゴブリンがちょっといいんだよ。ファイボザップとかじゃないかな。ワンチャンアナメザップだけど。折り裂いたし、ちょっとうざくね、このギャング。もうマジで、脳なし。ファイボうめえなファイボのエイム良すぎるだろ、まずいか。いやー、まあディガーっすよね。意外といいんだよ。うざいっす。キアが、うわあ、アイスゴレムうめえな。これマジ結構、おい、ポンペオさん諦めちゃったり、おっつ熱すぎる。しかも3277なんで結構なオートロボーイです。はい、39、熱いね。3連勝きた。まあ、ファイボザップなんでね、まあ、ちょっとプリンフィキア、まあ、あとブラスターもきつかったよみたいな。おい、ちなみにこの枯渇デッキは俺しか使ってません、世界で勝手になんかテンプレいじったんでね、ちょこちょこーっつって、おすすめです。ムーとかね、迫撃砲とかね、環境ちょっといるやつに、やばい、これ撃っただけ勘弁。まあ
最悪や最悪すぎる。プリンタワーか。そして26ぐらいしか今ホグいないんでね、まあ、2.6 ホグじゃないかなっていう気はしてますけど。終わったなんかそんな気もしてたんですけど、してはいたよな。まあでも勝てなくもないか。吹き矢がちょっとある。入るのかな。キングギドキングギドこの時あのダメっすやったら絶対に勝てないんで、どうしよう。いいね。逃げろ。それ嫌だな。間に合い。ああもう一発欲しかった。さあ施設がないのでホグの受けが、てかホグウッドを徹底してきそうだな。ムート高めだけど、あと吹き矢もいるよね。シンクスケもうちょっと働いてもいいの。まずちょっとありそうなんだな。このムーンとか壊れるのが痛いよな。ワンチャン？なんかでもちょっとありそうな。ファイボか。いやこの人ね手堅いんですよね、プレイがめっちゃね。スキアイスピとかで許容とかしてくれればいいのに。絶対にないそれが。いやマジそれやばい。いやーまあなくはねえねえんだよね。一応この辺なんか来るでしょ。来ねえんだ。うわもう一発欲しかった。いやーまあなくはないんだよね言っとくと。後ろからやだな。手堅いよな。めっちゃ攻めでウッド使うやん。いやーまあこのホックが入ってなくてもファイボか。惜しいじゃないですか。ちょっとありそうだったな。いやマジでキングギド序盤ださ。エナチョコだけりゃなんなら勝ってんじゃねえかっていう。ねえうわー惜しいな。
可能性なんかあるな。なんでなんだろう、何がどう刺さってどうなってんのかとかわかんないんですけど、まあ単純にね、ウッドファイブ毎回打たれても、ウォールブレイカー、プリンフキア、まあギャング、進化スケ、また進化バレルかな。結局なんかどんな相手にもワンチャン作るのが進化バレルだと思ってます。はい、なのでバレルも積極的に回していきたいな。珍しいんだ、ホグそんないないんだよな今。何にも勝てないが、テスラホグクエイクかな。取るね、最悪のこと考えるか。一応テスラ取るのはないけど、ないと思うんですけどね。普通に、おお、まあ珍しいよな。俺のムートがかわいそう、地味に壊れちった。それで止まんの、まあ初めて見たな、そのロケホ受け。いやー、いやーって感じよねこれ。シンプルにホグがきつい。これ勝てます？勝てなさそうすぎてやばい。かわいそうすぎる、なんかマッチングな気がしてきた。キアの M 悪いしな。お、事故ってる、あっつ。テスラやだな。え、待って、このムートさ、火花パチパチしてるやん。終わる。やばい、俺のプリンが。やべ、あれで固めてきやがった。
やべえ、ホグライダーで引っこもってきやがってる。耐えれる。惜しいな惜しいな。いや、ティガピまあ今のはしゃあねえでしょうワンチャン割ったぐらいね。さあこれはもうペッカ系列、ペッカゴブジェとかもうそういうのっすね。ペッカラムかペカゴブか、卵壊せ。よし、ムートがさ、このゴブジャイのケツで壊れんの勘弁してほしいのこれで壊れんのか、ゴブジャイやるね。ワンちゃん、ツーちゃん、うえ相手も勘弁してくれって言ってんだろうな、これ。よし、フェニックスかトリトン、こんにちは。よしよしよし、もう一つワンちゃん、うけ、ひょっ、惜しいね。まあ21プランのね、世界を見ております。相手のなんか呪文えなちょこすぎ。よっしゃー、進化すけー、いいねボイドヤナメリーチね、もう関係ねえからもうこんなんアホ攻めて進化すけで回収よね。いや、これ今のいいな、なんか理想なね戦い方。うわ、ダガーガールや。ダガーガールはね結構要注意でね、なぜならねエリゴレとか、まあ親衛隊枯渇みたいな、基本的にぶっぱデッキにエリゴレがよく入ってくるんですよね。だから何かしらのぶっぱをチンパンな可能性が高いんですよね。怖っ、鬼枯渇レアすぎる。まあウォールブレーカーとかもあると思うんだよな。まあ後ろギャングをケアの手前バレルにします。はい、さすがにね。エレスピちょっと大事かな。ウォールブレーカー、一応ガゴムレケアのプリンエレスピいきます。よし、いや素晴らしすぎないか。私さては、ちょっと待って、お願い、ドリーム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 、一瞬、あ、え、いなくなっちゃった、やばいコスト使いすぎた、まずい。諦めたかな、諦めて、諦めてよ。すごい、あいつのディガー警戒がすごい本気。まあ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 、言いたいけどね、言いたいけどギリ許せるんじゃないかな。いや、1400これ守れるかな。
ヤンキーは天才だお前。ガゴムレガゴムレもしかして天才か、君だったか。なんかうざそう。ワンチャンじっくれじっくれじっくれ。はい、感電ナイス。わあ素晴らしいな、進化助って。進化助マジで帰ってきた説あります。最近多いな、ダガーが珍しすぎたな。だいぶ寝てたけど、行ってこい。ペッカターン。じゃ雑にペッカを出すもんなのか。いや何があってもムート延命って教わったんだけどな、失敗です。引っ張られたくなかったな。さあまあペッカこぶしゃいとかそんなもんでしょう。ヤンキーだったな今のトリトン、延命したかったな。いきます。素晴らしい穴埋めだ。まずい、はしまいゴブジャイとかして進化を回したいんじゃないの。回さないんだ。食われるよね、まあ知ってはいた。もうプリンセスすごい。ごめんごめんな、お姫様なのに。すまねえな。うわー素晴らしい手札だね。相手進化ペッカ進化ゴブジャイたまりましたね、おめでとうございます。いやまあ強すぎるんだよな。ヤナアメとか使ってほしいよ。うん、オーバーヒールって何。オーバーヒールって加工されないん。終わってないこのゲーム。破綻してないですか、大丈夫これ。これで止まんないなら誰が守れるんですか。やばペッカマジ、あやばい、ペッカ今回復した、もしかしてやばい、これペッカ回復すんな、あこれペッカ回復すんな、まだこれ、あー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 あああ嘘やん、おめえ長生きしすぎだろおい。いつまで生きてんの本当に。いやーミスったなー。いややばない、てっか本当にバルシン、いやバレルとオールブレイカーでペッカの打力なんか1000ぐらい増えてたもんな、やばすぎる。ドリームカードになっちまったよ。ペッカも本当に強くなりすぎたあいつは。来シーズンも強いです。確定してます。一発ぐらい届けろよ。おお。取るね。うわ。治安スケラ。もしかしたらあなたは治安スケラ。まともに戦ったら勝てないのでめっちゃ攻めちゃおう。めっちゃ攻める4。トルネ使ったらまあバレるかな。オールブレイカーまで行くよね。ほい、痛えかな。まあまあ吹きやむとエレスピーちょっと熱いな、スケラに対して。
1590の、あ、まあ、まあまあまあペッカいねえならいいでしょう。マジあいつだけ危ないんで。こんにちは、新加助もあります。こんにちは、こんにちは。うざそうこの攻め。よし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 。最強すぎないか、一倍タイム。当たり前に延命しちゃうよ。トルネ使ったね。君の攻めるタイミングはあるかな。一生俺のターン。えぐいなこれ。これを神相性と呼びます。さあナイス。一回もねスキル打たせない。てかもう打ってくれたらもうアドだしな。わあ一生遅延スキル来ねえかな。全然流行ってない遅延スキルに超強いですこのデッキ。さあセスよろしく。進化を試させていただこう。まあもうロイかペッカかの二択ですよって話ね。まあロイジャイ少ないんでね、もう今の環境でロイジャイ使ってるのは本当に天才かバカかド M です。はい、ペッカにも勝てないしテスラ迫撃。マジ勝てるデッキなさすぎる。はい、こんにちは、こんにちは。こんにちは。あんま防衛に自信がないんでね、攻めます。触れんじゃねえ。であんま頭は働いてないんで攻めます。LSP 良すぎだろ。いい LSP されちったな。え、今の俺の攻めでこんだけか。ヘルプミームート、お前にかかってる。これは生きた方ではないですか。おいしい。うわー今の耐えれんの強すぎだろこのデッキ。さあそんなレシピは意味がないことを知っていますか。どんどんいきます、どんどんいきます。右まで欲しいです。右が欲しいんだ俺は。よし、どんどん行きます。どんどん行きます。進化バレル回ってくるの早すぎだろ。さあ 2V1 外れる。 2V1 これ運ゲーなんでね。外れるとさあタワーがなくなります。ここで遊んだようかな、ペッカと。よしよしよし。さあ素晴らしい。まあこれがねこの枯渇の、まあ、強みですね。今枯渇が多いちょっと増えてる理由はペッカを狩るためです。はい、たまに負けますけどね。さあということでこちら高回転枯渇ちゃん、皆さんぜひやってみてください。チャンネル登録もおしゃすとおしとなに。